朝の通勤風景です。この時間は無茶苦茶な走りをするバカが多いので、昼間より注意しなければなりません。本日もギネス級のバカと遭遇しました。こっちが予測運転で逃げてやらなきゃ大惨事です。小生は次の交差点を右折するのですが、直進してくる軽自動車がそのバカです。来ますよ。黄色になってから突っ込んできます。なんだ、この軽自動車は。こっちが予測運転で速度を落としてなきゃ、正面衝突してるじゃないか。ありえん。このバカ、黄色で交差点に突入して、しかも交差点内で追い越しをしやがりました。めちゃくちゃにも程があります。小生がスピードを落としてやらなきゃ、確実に事故っていたでしょう。めちゃくちゃ頭にきたのが、こんな自分勝手でバカな運転をしておきながら、このバカ、クラクションを鳴らしやがったんです。バカのオリンピックがあったら優勝でしょう。死ねばいいのに、